掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さあ火曜日ですな。火曜日ですよ。いつも火曜日ですよ。いつも火曜日なんですけど、まあ火曜日ですけどね。もうエブリーチューズデイちゃんとやってるのは火曜日なんですけど、火曜日以外もなんやかんやね、あ、なんやかんやね、まあ今年はあんまり上げてないですけどね。はい、で1月の11日にスタジオでやったよね。そうで、そうで、ということで、はい、ということは1月の放送は今日で一応お開き、うん、どういう意味、あ、1月分は火曜日第4週目でございますからな。あ、今日ね7、14、21、22、21、今日が1月28日火曜日、聞いてるあなたはもう2月かもしれない、かもしれない ね、 ね。あ、リュウジュさんまだ来てないね。キュウジさんまだまだです。まだね、2月までやからね。いや、だからこうやって放送するネタってね、うん、今 iPhone マイクのね、この前から探して見ててね、うん、で iPhone マイク、 iPhone につけるマイク、 iPhone 用マイク、 iPhone 用マイクいうかな。だから検索を iPhone マイクで検索して、ほんなら、Yahoo 検索したのかなんか分からんけど、うん、楽天とか、うんうんうん、Yahoo ショッピングとか、うんうんうん、Amazon とか飛ぶんやね、うんうん、勝手に検索したから、うん、まあ、いろんなものが上がってくるやん、まあ、言うたら言葉の検索、検索でもせやん、うんうん、エトラジって検索したらあのこの番組出てきますからな。出てきますか、うん、YouTube を中心にね、はい、Twitter で上がったりあちこち上げてますからね、うん、で、まあ、なんせその iPhone マイクって検索したわけですよ、はい、そしたら、なんか見てもだよね、はい、だから、手話の MVHH かなんかを見つけたから、うん、それをまず見ようと思ったけど、うん、他の比較対象品はないやろうか思って、うん、見てもたんやね、マーキー・アルジェンさんが見てもたんや、うんうん、ほんならあの IQ6 言って Zoom さいうところがちょっと割安であって、で IQ7 いうのがあって、はい、これあのマミちゃんは買ってなくてもただそういうただの商品名ですよ、商品名、ね、はい、でそれを、まあ、見てたから、うん、あのヤフーもいろんなそういう検索機能ってすごいよね、うん、あの AI が記録を残すわけでしょ。だからマミちゃんがパンツ買うたら記録残ってるわけでしょ。そうそうそう、まあ、パンツ買ってるかブラジャー買ってるか分かりませんけどね、うん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 、で見た翌朝のね、うん、もう5時とかの朝の5時よ、うん、メール来ててね、うん、どこからアマゾンから、うん、でアカウントがロックされましたって来てね、これ何事やと思ってさ、うんうん、見に行くやん、うん、で見に行ったら、うん、これどう考えてもちゃうと、あ、だからあの利用記録とか規約とかのとこ触ったら、うん、ノットファンドとか飛ぶし、うん、でおかしい、あ、で俺ってアマゾン登録してたっけな思って、今度はアマゾンの公式ページにまず行って行った正式にね、うん、で行ったら、あ、ログインって機能あるから、うん、おそらくこれかな思う当てずっぽうで、うんうん、でも僕ねアマゾンで購入履歴ないねん、あら、あの、うん、だからヤフーショなんかどっかでも買ってんねんね、うん、例えば T ポイントやったらどこやったっけ、スタヤさんとか、スタヤさんね、なんか T ポイント系とかあるやん、あるね、もうヤフー、まあ、今やったらヤフーかな、だからヤフーショッピングかな、うん、で楽天とかあるでしょ、うんうん、で、こうたことはあるね、例えば、うん、このイヤホンって何やったっけ、あの、Bluetooth のイヤホンとかね、そういうのポイントだけで買えたから、購入した、うんうん、と当時ね、あれ何やったかな、ソフトバンクの特典で買ったんかな、なんかあるでしょ、だから、ね、あの全くネット通販をしたことない人ではないんですよ、うん、マミちゃん、ネット通販の経験はありますか、テレビショッピングもありますか、あ、使います？ T ポイントも使いますか？ピングはないかな、あの、まあ、僕がソフトバンクユーザーとか何々、うん、au ユーザーとかは別に言わんでいいんですけど、特典としてね、長期割引とかいったらポイントついたりするやんか、うんうんうん、で何らかの形で還元されてるから、うん、まあ、ポイントも付加されて、ね、それをその商品代金充当もできるんでしょ、ね、うんうん、だから、まあ、そういうのも賢いやろな思いながら、うんうんうん、まあ、ついつい一応見てみたわけ、見てみたら、うん、ね、で翌日、そしたらその翌日にさ、うん、そっから来るからさ、一応慌てるわけやん、ね、俺もしかしてこれパスワードとか打ち込んだからもう寝ぼけまなこやったから、あらら、覚えてないね、うん、だからもうすぐ本当の正式の Amazon に入ってログインして、うん、でパスワード変えました、はい、買いました、うん、要はパスワード変えた話、うん、あ、パスワード変えた、だからそのロックされましたって言って飛ぶんだところは、それってあのなんていうんですか、ポカってなんか違うところの変なサイトに飛ぶとか、うん、変なサイトの上見たらアドレスがおかしかったり、うんうん、でもな Amazon.co.jp のメールアドレスやね、あら、
2つ来て、1つはメールアドがそれやったし、どうなんやろ、でも俺昨日アマゾン見たしなと思ってさ、見た翌日に来たからビビって、いや触ってへんもんやったら関係ないやん、で一応チェックして、で本体行ったり、ほんだら、アマゾンって本体は英語やから英文のとこ行ったり、いろいろ、手法変えたら、飛ぶねんね、でアドレスだけを直接 Google 検索したら、もう not found になったりさ、まあまあいろんなことしながら、要はしゃあないから、ログイン行って、おそらくこれや思うパスワードに行って、ほんでもうパスワード変更して、とりあえず事なきを得てんのかどうか分かれへんねん。なんせいたずらで来た人パスワード変えてますっていうお知らせ。いやだからもう俺どっかに入れちゃってしまってるかもしれない。なんか分かってない。本当だね。でもまあパスワードを変えた。でそれがね、前なんかヤフーでもあってさ、あら、だから最近ね、去年からね、令和になってからね、パスワードだけ変えてますわ。ああそう、はい、っていう1月28日火曜日、まあね、まあしょっちゅう変えた方がいいとは言うからね、よくそういうメールも来ますよね、変えてませんよみたいな、変えてくださいねっていうので、私もよくまあ変えますけど、アマゾンなりすましメールで検索したらさ、うちに来たやつではないちょっと前なんやろな、去年とか一昨年のバージョンの画像がいっぱい上がってたわ、あこんなんこんなんみたいなね、はいはい、24時間内に変えろとかね、アカウントがロックされます、されましたとか永久録とか、でもな24時間内に何々してくださいっていうのは本当の言葉やんか、でもその来てた文章な24時間前に変更してくださいって書いてあって、おかしい、おかしいや、前ちゃうこれないやろと思って、なんかおかしな文章書いてんな、一瞬怪しいなと思って、思ってんで、だからそこから不安と不審な、こうしたらな、怪しいメール、フィッシングメール、アマゾンに変更パスワードの変更したら、アマゾンからはただの文章だけのメッセージが来た、あ変更しましたよっていうことですね。でいたずらメールは画像で写真付きで、まあ、飛ぶねんけど、すごいアマゾンのロゴも入っててさ、それっぽいのが来んねん。昔そうそう、アップルからも来て、アップルじゃないナルスマスが来て、アップルのリンゴちゃんマーク付きで来んねん。うわーって思うねんけど、なんか画像貼り付けは、画像はちょっと危ないから開かないようにしてます、ね、うん、でも画像の中でクリックしたら飛び寄るねんか、それが危ない、ね、危ないねん、びっくりした、ね、で飛んだ時のアドレスがな、変換されるから、なんか長文アドレスがピュッと短縮になって、ね、それでなんか課金されたりとかね、もう見たってことになってしまうみたいなんで、皆さんお気をつけくださいませ。ほんで、まあ、せっかくからアマゾン対策しと言うとくとね、アマゾンさんからは、要するにただの文章だけのめっちゃ硬い、もうロゴも何もないメールがちゃんと来て、パスワードあんた変更しはれましたなって来たんやけど、それを今度アマゾンのページに行くと、アマゾンとのメッセージのやり取り履歴っていうのが正式にあって、メッセージのとこ押したら、あんたんとこに送ったメッセージはこれしかありまへんで、たった1件だけパスワード変えたことだけのお知らせしかないっていう、じゃあ違うね、ってことは後の2つ来てたのはもう完全にいたずらって分かってんけど、っていうことで、かなり高度ないたずらメールになってるね。じゃあ、メールアドレスも同じっていうか、その、だからクレジットカードとか登録してないかったやつやから、結局買われへんわけや、僕の代わりに、買っても代引きや、あそっかそっか、そっちで払ってくださいで、見たら注文履歴もなかったし、いいけど、これラジオで言うべきか知らんけど、まあもう狙われたらもうどうしようもないや、どうしようもないね、でもまあ一応パスワードは変えて、とりあえず、その場しのぎはした。はい、でもびっくりするわ、見た翌日に来るから、ね、でもすごいね、その何か分かんないですけど、このシステムとか仕組みをと思って、ねね、そういうのを、まあね、犯罪なのか何か分からないですけど、まあ、とりあえず用心に来たことはないのでね、気になってたそのメールアドとリンクしたパスワードっていうのが、アマゾン全然触ったことなかったから、あここもかって思ったぐらい、他のとこ大体少しずつも変えてってんねん、あ俺アマゾンログインしてたんやと思って、ちゃんと住所登録とかしてあったね。だからちゃんと私もよく昔は買ってたのでね、アマゾンでね、宅急便屋さん、黒猫さんとかヤマトユニさん来てたらね、ようアマゾンの箱入ってるもんね、パカって開いてはるやん。そう、昔はなんか本を買うためやったけど、やっぱり最近何でも買えるので、何でも買えます。でも結局ポイント優先してしまうから、そのポイントついてるとこね、から買ってまうわけでしょ。そういうこと、ね、でポイントがもうすぐなくなりますとかでお知らせくるから、ね、まあちょっと煽られて買うわけでしょ。ね、だからまあ僕の中ではその
なんでアマゾン見たんやろうとか思うねんけど、うんうんうん、あれアマゾンやったんや思いながら、だからなんか見たらやっぱりそういう広告が勝手にね、やっぱりついて、私たち の履歴、その見たあれで、うん、あこういうのに興味があるんだっていうことで、そういう広告がね勝手にね、うん、ついてきたりしますよね、うん、SNS 上とかもね。だから寝ぼけまなこでしたらあかんわって。もう一つね、冷静になって飛んでって、うん、あおかしいおかしい、アドレスもおかしい、飛ばへん、利用規約にも行かへん、うん、で本体から行ったら英語のとこ行って、ちゃんと本体に行けばいい話だよ、うん、アップルやったらアップル行ってログインしたらええねん、うん、あそうだからアップルもそっくりやねん、なりすましのとこに行ったらメールアド入れてパスワードと本物のとこ行ってもあのほぼ似てんねん、うん、あの見た目ね、デザインがね、もうびっくりするで。で全部そんなんがあの検索したらなりすましメールで、あ、うんうんうん、あの写真画像とかいっぱい出てるから、というのがね、なりすます感ね。俺もこんなんやられたやな思いながら、まあとりあえずね、パスワード変えなあと、クレジットカードとかも登録したらクレジットカード停止手続きせなあかんとかね、いろんな人が書いてあったよ、対策を。そうですか、はい、っていうどうしたんやってね、どうしたんや、 iPhone マイクをあの探したばっかりにやられました。はい、気をつけます、気をつけます、気をつけます、いろんなね、はい、まあ、なりすましとかね、フィッシングメールとか、ね、いたずら、なんていうんですかいたずらメール含めてね、まあ僕もこうやってね、秋 PG さんね、もう出してるからね、うん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 、今日だからメールワード言わんとこうかも思ってね、何やったまあ、だからいいね悪いなんかね、どっちもあるからね、いい情報をね、ね、もうしゃあないわ、いい情報を得られるように皆さんね、そういうだからアッキーじゃない人がアッキーじゃない投稿してたりしてたら、うん、あおかしいな思ってください、おかしいと思う。でももう入られへんのって入られへんもん ね、 ね、どうするのかな、カジサク君もツイッター乗っ取られたって去年言ってたけどね、あ、もう終わったらしいけどね、その処理は、私も昔だから LINE 乗っ取りみたいな気持ちは、なんか変ななんか、うん、来ました、何々買ってください、あの何だっけ、今、ファミリー、あ、違う違う、コンビニでこれを買ってくださいみたいな、なんか意味不明な、乗っ取られるっていうのは全部そのパスワードから全部乗っ取られる、あ、なんか知り合いから LINE が来て、うん、あの今ちょっとお金がなんかお財布が盗まれた、忘れたけど、うん、なのでこれを買ってほしい、代わりに買ってほしいみたいなこと、うん、なんかって、え、その人があれしたされたんちゃう、あ、違う、あ、そうそう、その人が乗っ取りされて、その人が乗っ取りされたやつをまみちゃんのとこに来たってことね、そうそう、いろんな人にまみちゃんは乗っ取られてない、乗っ取られてはない、直接の被害者はお友達というか知り合い、うん、そう、だからそういうのが来た、でもやっぱりちょっと変な言葉、なんか日本語なんかおかしいよな、日本語おかしいなみたいな、だから24時間以内にしてくださいや、普通はな、24時間前にしてくださいって、うん、どないすんねん、24時間前にはできへんやんって自分で突っ込むけど、ね、まあ分からへん人にはそんな言葉、うん、俺らも、うん、僕もだって英語で文法書かれた、文章書け言われた絶対おかしいなね、うん、あの例えば to とか for でも from とか分からんからね、from Japan でやってますか、 from 大阪 Japan ですか、 大阪からお届けしております、はい、ラジオは英会話講師マミコワールドさん、そして開運講談師アッキー RG さんでお届け、今日はなんかフィッシングメールについてとかでしたっけ、あの言いたくてしゃあなかったそうか、そうか、もうネタあるのね、でも皆さんもでもまあまあ気をつけてね、ほんまに検索して、あーって、でも、昨日検索してたところやし、とか思ってしまうから、そうそうそう、あ、だからついついやってもたんや、思って人の心理も全部ついてますね、うまいことやられたわ、うん、あ、と思うもんね、だからとりあえずパスワード変えるしかない、と思ってね、うんうん、はい、ということで、まあ、今日はこまめにパスワードは変えておきましょう、衣類乾燥機の日、何ですか、衣類乾燥機の日、あ、衣類ね、衣類乾燥機の日、日本電気工業会が1994年に制定、うん、衣類、これで2って読むかな、ふんわり、あ、ごめん、衣類は1か、衣類、ふんわり、ふん8、ふんわりで128、衣類の1、ふんわり、ふ2、わりで8、衣類、ふんわりの語呂合わせから衣類乾燥機の日ということで、僕はあれなんていうの、ほら、コインランドリー行ったことないし、コインランドリー、はいはいはい、うちの洗濯機、あの、なんていうのかな、乾燥機機能はついてんねんけど、本当の乾燥機じゃない、あの洗濯機だけど、ちょっと、うん、あの別々じゃなくて、うん、ちょっと乾燥機能ついてる、一緒になってるってことですか、うん、ついてる乾燥機、だから乾燥機ないとは言わないけど、乾燥機能あるからね、機能はあるけど、乾燥機って普通さ、昔は洗濯機の上にボンとあって、うん、そうよね、専用のね、コインランドリーとか行ったらね、そうなってるからね、そういうのではなくて、ない、なんか普通のドラム式じゃなくダイナミ式の、何式って言うやろね、何です、二層式があってドラム式か、あ、うん、まあまあだけど、あの、なんていうかな、うん、
乾燥機自体単独では持ってない、うんうん、あと僕食器乾燥機昔持ってたけど食器洗浄機は持ってない、ね、うん、買ったことない、うん、食器洗浄機がなくて食器乾燥機はあって、あ、そうか、あの食器置くだけでね、食器乾燥機あったね、あったでしょうか、一時流行ったでしょ、要するに食器乾燥機が食器を置くトレイみたいな代わりになるからね、うんうん、そうそうそう、でスイッチ入れといたら乾燥してくれるね、あったかい空気流れてるっていうね、うんうん、食器乾燥機は、そうってありました、ありました、ね、うんうん、はい、衣類乾燥機、衣類乾燥機の日だそうです、ね、はい、衣類ふんわりの日、衣類ふんわりの日、ふんわりの日です、はい、それから今日は時間、あ、大丈夫ね、初不動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 、毎月28日は不動明王の縁日で1年で最初の縁日が初不動、だから成田さんとかですよ、不動明王、不動明王の日ですね、不動明王って何ですか、28日なんや、不動動かない、あのちょっとあの鬼みたいな、結構でかいガーディアンみたいな、結構でかい人ね、みたいなでかい、不動明王ってですね、まあなぜ僕の中では成田さんですよ、ね、成田さんといえば不動明王っていう、うんうん、はい、もう事務処理だけしときます、うん、藤島親方の長男花田勝君と次男浩二君が藤島部屋に入門したのが1988年昭和63年1月28日のことでした、ね、流しときます、今日は星野源君誕生日、あ、星野源さんね、新庄剛志さんも誕生日、なんかまたあのプロ野球戻りたいみたいなこと言うてはったけど、ね、YouTube 初めてはりました、ね、ベースボールプレイヤーね、元ね、はい、元ね、それから、山口百恵さんの奥さんじゃない旦那さん三浦友和さんも誕生日三浦友和さん、ハッピーブルーデー、はい、それから1985年1月28日、うん、USA for Africa による、うん、これまみちゃん歌えんのかな、うん、We are the We are the worldのレコーディングが行われた、作詞作曲マイル・ケイル・ジャクソン、ライオネル・リッチ、 We are the champion じゃないな、 We are the world、 はい、 We are the world が今日レコーディングされました、されました、はい、ね、なんだっけ、 We are the world、 We are the children、 何でしたっけ、そうね、 We are the world、 かけ、あのおすすめかどうかに貼っとくわ、誰かが We are the world 上げてはるやろか、 そうか、今日ね、そういう レコーディングがレコーディングが行われた、あ、レコーディングのが行われたし、ね、1985年から昭和60年、あのシンガーというか、うん、たちそれだけの、ね、その力を合わせてというか、うん、すごかったね、すごいよね、その力というか、うん、そういうの当時 のために様子をアナザーストーリーかなんかでもやってたもんね、うん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 、様子をね、残ってた映像を使って ね、なんかね、そう集まるっていう、すごい、ね、シンディーローパーおったね、シンディーローパーもおった ね、はい、ね、うん、いろんな人が、まあ、なんせ作詞作曲がマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチぐらいですから、 USA for Africa っていう、 USA for Africa っていうんですか、っていうチーム名、チーム名、バンド名、大体そのグループ名っていうことにして、あのチャリティーやもね、チャリティーソングやもね、うんうんうん、We are the world、うん、はい、昭和60年ですよ、ね、阪神優勝した年ですよ、阪神が唯一日本一になった年ですよ、1985年、昭和60年1月28日にそれのレコーディングが行われる、だからこれ一発でしょ、うん、一発ってあの1回撮りじゃなくて、この日だけみんなが集まれたから、もうその日に撮ってしまってやった、ね、うん、ね、うん、そういうわ、総勢な何人か、まあ、調べたら出るよ、ね、We are the world 調べ、まあ、もし調べたらあのトピック、エトラジトピック、うん、ラジオトークさんでまみちゃんが発表されます、うん、総勢何人だったのか気になるところでございます、はい、今日はね、誰にっていうわけじゃないんですけど、開運キーワード、うんうん、リスナーのあなたにじゃ、あ、今日のね、はい、フォーチュンワードね、今日の開運キーワードはフォーチュンワードフォーチュンデイ、貯蓄の蓄、あ、貯蓄の蓄、蓄、草冠に限界で、セービングかな、セービング、そうです、セービングです、蓄える、蓄えるです、蓄です、うん、勤勉で倹約家、義理を果たし、うん、金払いもよく人を援助する経済力があるときらり開運ですよ、シャイニーフォーチュン、Working hard and saving a lot and、はい、何だっけ、契約家で勤勉で、義理を果たして金払いもよく、あ、and then pay so、comfortably、 人を援助する経済力があると嫌いか言うんですよ、だから、まあ、support to other people、 要するに無駄遣いをせんとちゃんと貯めるけども、うん、まあ、ここいう時には人を助けてあげたりね、まあ、なんかあったらわし出すわ、優勝者がいっちゃいますか、うん、はい、今日は、そんな感じで、もう新年会いう雰囲気じゃないのかな、もう ね、まあ、ね、うんうん、なんかあったら人助けもしてあげて、ここという時に使いながら無駄遣いはちょっと倹約家であれって書いてあります、うん、まあまあ、あの
よく考えてね、欲しいものを買ってください。だから iPhone マイク欲しい人はまず Amazon 検索する前によく考えてください。よく考えてください。ね、値段の比較もしていただいて ねよりお得なポイント、お得な形で買っていただいて、そうですね、今ね、キャッシュレス、はい、なんですか、キャンペーンみたいなのもあるからね、まあ、何が どういうね、はい、誘惑も多いですか、ね、はい、ね、そういうのを調べてもらって、はい、はい、ということで、まゆこさんいかがでしたでしょうか、いかがでしたでしょうか、リスナーのあなたもいかがでしたでしょうか、いかがでしたでしょうか、まあ今日はフィッシングメールでしたか。ね、ほんまやられた思ったもん、あ、寝ぼけまなこでやってしまった、やってしまった、うん、でないかもしれへんけど、分かれへんから、それがね、どういうことにつながっていって、うん、だからもうパスワード変えた、でパスワード変えたことでちゃんとアマゾンとのメッセージは、うん、もうアマゾンから来たメッセージっていうのは、うん、アマゾンの中の設定画面の中でちゃんとあんたに送ったメッセージはこれやでと、うん、何ヶ月以内のメッセージはこれ、すべてのメッセージこれもう全部出てんの、で注文履歴も全部出るから、まあ見に行ったら分かるけど、でも乗っ取られてしまったら見に行くこともできるでしょ、うん、だからまあまあいろんな対策はあんねんけど、ね、まあしゃあないわ、しゃあないっていうのはもう、まあ、いろいろね、私たちがいろんなことを、まあ、このね調べたりとか、いろんなことボタンを押してしまってたりとかね、いろいろあるから ねやっぱね、うん、そうね、なんせもういたずらメールも1日もう数百件来るからね、あ、そう、それで、あ、ドメインで受信拒否しても、そうそう、買ったと思ってやってしまって、あ、こんなん買ってなかったらって思うのとかね、うん、だから気をつけつつ、欲しいものをぜひ皆さんご購入ください。地区でございます、ね、地区でございます、必要なものはちゃんと手に入れて、必要なものを手に入れてね、で、それをちゃんと人助けにもボランティアにも使ってください、うん、ボランティアちゃんはあのチャリティー、今日はチャリティーの日ですもんね、あ、チャリティーの日、アフリカにある We are the world、ね、USF4、アフリカ、ね、We are the world、はい、ね、必要なところには使ってください、一つの世界ですよっていう、ね、はい、ということで今日も授業があるのか、英会話講師マミコワールドさんと開運講談師アッキー、はい、RG さんでお届けしました、本田氏聞き出し気づかせラジオ、エイトラジオはこの辺でそろそろお開き、飛行機かな、電車かな、なんか聞こえてますけどね、はい、今日はなんか、まあ、全国的にちょっと急に寒くなったみたいなので、ね、皆さん風もビュービューね、天気はいいよね、あの大阪地方はね、やっとなんかちょっと冬って感じです、あ、冬の感じですな、うん、あのスキー場の雪不足も今日これで解消ちゃいますか、ね、解消ですか ね、はい、さあということで、はい、もう次は2月ですな、2月ですね、もう早いね、次回は2月4日かな、はい、節分っていうの、ね、はい、ね、もうこの1月のこの時期だけはまだあの前年度の雰囲気ある、ね、雰囲気ね、まだなんとなく残ってる感じでね、はい、それでは、はい、またお会いしましょう、 OK、 See you next time。This one is going out to all the musicians, songwriters, singers and DJs. Put some positive message to the music now. Too much negative message on the music. Come on, put some positive message to the music, yo. Too much negative message on the music.Come on and yeah, put some positive
children